交流会の連中か。そこどかんかいボケ。またお会いしましたな、キリュウハン。ここから先は一歩も通さない。今日はリュウジさんもおらへん。アンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいます。やれや。交流会か。はい。ゴーダリュウジ。おはよう、キリュウハン。葬儀の日に殴り込むとはどういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多てかなわんわ。やめ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうたんや。ほんますまんことしたの。どの面下げてきたんだ。狙田藩には昔よう世話になったさかい、証拠をさせてもらいに来たんや。おめえの証拠など受けられねえ。とっとと帰れ。さっきからおっかない顔しとるけど、あんた何者や。若頭代行の柏木だ。ほんまでっか。わしはてっきり葬儀屋のおっさんかと思ってました。まあ人手不足の登場会さんなら知らないかもしれませんな。死んだ会長はよそ様の組からヘッドハンティング、会長代行は未亡人のオーバーハン。こないな組と喧嘩してると思うとチートばかり投げてきます。寺田会長ぶっ殺したんはてめえの仕業だろうが。おお兄ちゃん、この前の勢いはどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺してやる。合田会長はどこにいるんだ。空気のええところでゆっくり休んでもらってます。目的は杯を阻止するためか。せえ。天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯交わすなんぞ、バランスが取れへんやろ。てめえ喧嘩売りに来たのか。ちゃいますねん、ちゃいますねん。今日はほんまに寺田藩を弔うつもりで来ただけです。それにわしも人の子や。厳粛な葬儀の場でドンパチやるほどアホちゃいます。公伝です。お納めください。交流会の金など受け取れん。登場会は1年前にタガが100億のことで内輪もめしとったやないですか。銭に困っとるんなら素直に受け取った方がよろしい。こんな子供じみた挑発をして近江連合の6代目を継げると思ってんのかい。あんたが会長代行やな。合田会長の気持ちを思うと胸が痛くなるよ。
何が言いたいんや、オーバーハン。親はね、どんなに出来の悪い子供でも可愛いもんなのさ。けどね、これだけ筋違いのことをされちゃ、血のつながった親としては死ぬほど情けないはずだ。わしと親父は血などつながっておらんな。え？せやから親の情なんかあれへん。あるのはお互いに憎しみの感情だけ。あんたも大変やな、出しゃばりなおかん持って。てめえ、今日はもうお遊びはなし。お邪魔なようやし、そろそろおいとまさせてもらいます。そうやな、3日やな。3日。ええ、わしらもその間は喪に服させてもらいます。せやから3日後、再戦と行きましょう。再戦だと？そうや、もうこれ以上ごちゃごちゃせんと一気に片付けましょうや。カムロ町に血の雨降らせたります。せやけど、うちには礼儀知らずのおっさんがおるからの。多分今頃カムロ町のどこぞで派手なパフォーマンスを繰り広げとるはずや。礼儀知らず？誰だ？戦国や。戦国？ねえ。ああ、ああ、うん、うん、
取らせやがって。行きましょう。時間食っちまった。いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい。時間食っちまった。行きましょう。時間食っちまった。行きましょう。
ったく、時間食っちまった。真島の兄さん、遅いわキルちゃん。戦国組の兵隊全員ぶっ倒したで。兄さん、約束やったからね、ちゃんと守ったで。ああ、それよりはよう登場会の本部に戻るんや。なぜだ。連中街中でヘリ飛ばしたり兵隊を行進させたりしたんは、キリュウちゃんをここにおびき出すためや。ほんまの目的は本部を乗っ取ることや。本当か。ああ、裏で戦国組を手引きしたんは神道や。神道か。あのドアホ、金で願ったんや。はよ行けやキルちゃん。うわっ。ここは私に任せて。あんた近くで見るとえらいべっぴんさんやないかい。わしの女に。無駄口聞かないで静かにしてなさい。じゃあ頼んだ。え、取らせやがって。No!
手間取らせる。いらっしゃいませ。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。まで行かれますか。それでは出発いたします。こんなことをしてただじゃ済まないよ。もう勝負はついたんですよ。姉さん、あなたが留守の間一仕事させてもらいましたよ。
戦国に買収されたそうだな。これでもう東条会の現体制は崩壊です。あなたの小細工で右往左往するような東条会じゃないわ。いいや、自分には聞こえるんです。東条会が音を立てて変わっていくのが。今頃他の幹部は戦国組が送り込んだヒットマンの餌食になっていることでしょう。何？神室町に戦国組の兵隊が現れたそうだが、今日は五代目の葬儀だ。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。恥ずかしくねえのか、てめえが世話になった東条会を売り渡すような真似をして。売り渡しはしませんよ。私が次期会長の座について、ついでに姉さんを自分のものにします。何を言ってるんだい。俺はね、姉さん、前からあんたに惚れていたんですよ。私から逃れることはできませんよ。お前何してるか分かってんのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが、それが原因で東条会がガタガタになっちまった。結局俺もあんたも同じ穴のムジナってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より、私の方が姉さんを幸せにできます。あんたにあの人の何が分かるってんだい。他に女を作ろうとなんだろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。死んだ、聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる、それが女の強さだ。そんな脳書きはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う、それだけです。そんなことは俺が許さねえ。受けて立ちましょう。あんたの首取って東条会の跡目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。時代は変わるんですよ。
今をもって絶縁だ。とっとと出ておいき。てめえの欲で組をめちゃくちゃにしやがって。ぶっ殺してやる。情けない。神道のような男に喉元に刃を突きつけられるとは。大公、申し訳ございませんでした。お前の責任じゃない。正面から来るのならまだしも、こうも裏をかかれちゃ手の打ちようがないだろう。いいかい、組員に伝えるんだ。神室町で近江連合の者を見かけたら容赦することはない。力ずくで叩き出せとね。はい。これだ。何？堂島組が神言派を？はかどってるか、誠。なんだ、河原さんか。脅かさないでくれ。悪かったな。ちょっと表の様子を見てきた。まだ誰にも気づかれてねえみてえだ。13号資料室なんかに近づく人間はそうはいねえだろ。ついにその事件にたどり着いたか。さすがだ。知ってたのか、この事件を。ああ、最後のページを見てみろ。
河原さんと府警の別所さんが。ああ、俺たちが担当したんだ。あんた、この事件を知ってて今回の捜査に参加したのか。ああ、公安の倉橋は人言派を探ってると耳にして捜査の協力を申し出たんだ。なぜ。俺はその事件に借りがあるんだ。借り。もう俺の役目は終わった。あとはお前に任せる。どういうことだ。わけは聞くな。河原さん、あの人言派の事件を課長が担当していたってことは、柏木さんの言ってた担当刑事っていうのは。ああ、別所さんだ。本当に。間違いない。極秘の資料に名前が載ってた。河原のおっさんもそう言っていた。私にはそんなことは一言も言ってなかったのに。河原さんは俺にこれを渡して事件から降りた。どういうことだ。わからん。だがあのおっさん、まだ何かを握ってるのは確かだ。どうやらこの事件に借りがあるらしい。借りか。どうしたんだ。信じられないのよ。どうして課長が。記録によると、当時神室社の4階にいた別所さんは道島組の動きを察知していた。だが裏で手を回して事件を黙認したらしい。つまり課長がヤクザを利用したのね。神室町の治安を回復させるには一番手っ取り早い方法だと判断したんだろう。しかし上層部にそれが漏れて別所さんは府警に飛ばされた。伊達さんはもうこの辺で手を引いた方がいい。人言派はただの組織じゃない。深追いすると命に関わる。それに警察に追われている身だ。バカ言え。今さら後に引けるか。お前これからどうするんだ。郷田会長がまだ見つかっていない。龍二を追いかけて関西へ向かう。